これで終わったんじゃない？この街のサブストーリー。誰がこんなこと、なんてことだ。来た！リンク殿。私どもがついておりながら大変なことになってしまいました。まさかこの屋敷に賊が侵入するなど。屋敷に何者からか侵入し、パーヤ様の大切なものを。リンク殿のお姿を見ればパーヤ様も少しは落ち着かれることでしょう。リンク様、ちょっと目を離した隙に。パーヤはどうすれば。どうしたの？宝珠が盗まれてしまったのです。やっとやった、あの宝珠の謎が分かるところでしたのに。分かったところか。この宝珠に認められし者、古の加護を受け、パーヤはの、この宝珠に認められし者とはそなたのことだと、寝る間も惜しんで宝珠の謎を調べておったのだ。そして古の加護とは村の高台にあるような古代の祠のことであり、そして、また、あの宝珠は、祠を開く鍵であることを突き止め、それらをそなたに伝えるべく、待っていた矢先にこのようなことに。パーヤは朝から夕刻まで、毎日宝珠を磨いておりました。闇夜に乗じて何者かが忍び込んだことは間違いないのですが、ここは部外者は入れぬ場所。この村にそのようなことをする者はおらぬと信じておりますが。ホコラチャレンジ、盗まれた宝珠。悪意を持った者がこの神聖な場に、祖母が無事であったのは何よりですが、パーヤは恐ろしゅうございます。ああ、泣かないで。リンクよ、パーヤはすっかり怯えておる。族もまだ近くにおるやもしれん。しばらくはパーヤのそばにいてくれぬか。リンク様、ありがとうございます。リンク様が一日中そばにいてくださったおかげで、私も盗人に立ち向かう勇気が湧いてまいりました。泣いてばかりはいられませんね。ドゥランやボカードにも確認いたしましたが、村人以外は見かけてないと。私も宝珠が盗まれたあの日のことをもう一度思い出してみようかと思いますが、盗人はまた近くに潜んでいるかもしれません。夜に怪しい動きをする者を見つけられても決して近づきませぬよう。事故じゃん。完全に事故じゃん。あ、更新されてないか。完全に事故じゃん。俺の動画で一番の再生数誇るショート動画な。完全に事故じゃん。よし。大雨もええとこよ、これ。よし。とりあえずじゃあ、夜になるまで。てか、夜にしますか。よいしょ。夜に悪事を働くものね。よし。おやすみなさい。うん、音がいい。SE がいい。よし。じゃあ、服装着替えて、新規行っていきますか。いいね、ちょっとお気に入りだわ、この装備。見た目がいい。あ、それはあれだな、せっかく前回手に入れた雷鳴の兜使うか。あ、それっぽくな。雷鳴の兜使って。いいね、それっぽくない？黒と黄色で。よし。夜に怪しい動きをするものか。あ、来た！じいさんは行ったかの？自然にしとかんとな。バレねえようにな。ここまで来れば。ふう。お前何をしている？
ぐほ。まさか見られてしまうとはの。実は私は大の人参好きなんじゃ。だがうちのじいさんは大嫌いでの。だからこうやって時々ごっそり人参を食べとるんじゃよ。じいさんには内緒しておくれよ。法事は？インパ様のお屋敷に飾られとるあれかの。あんた盗んだ？ご年寄りに対して何ちゅうこと。びっくりして人参が詰まるかと思うだわい。私の大切な梅園はそもそもインパ様が送ってくださったものじゃ。あれは宝じゃ。インパ様には返す恩はあってもあだはないわい。たく最近の若いもんは関係ないのか。誤解解いとけよ、一応リンク。謎解決するためにやったんですよって言えよ。己盗っとめ、毎日ドゥランと見張っておるというのに一体どうやって。村人以外この屋敷に近づくことさえできぬはず。村人は通ったの？ええ、村人なら誰でも出入りできますんで。先日屋敷に訪れたのはラズリちゃんとメロさんだけですよ。いつもは昼間に来るんですが、そういえば最近夜に来ることが多いかな。まあ二人とも昼間忙しいでしょうから夜のんびりしたいんでしょうな。ラズリちゃん、ラズリちゃんってさ、ここの子だっけ。ラズコレみたいなしてるよね。あ、クラリちゃんか。なんだこれ。噂の蜜葉ちゃんボリューム1、こんなとこにあんのかい。サンドの飯より噂好き三つ葉やで。みんな噂してる。今回の噂スポットはここラブポンド。ここは、ん、ここは運命の人に出会えるという伝説のラブスポット。生涯かけても探す価値あり。ラブポンドね、言ってたな。なんかあのゲルド族のおばあちゃんが、あしゃもね、あのラブポンド探してたんだけどね、結局見つからんでね、夫もいなくて悲しいですわみたいな言ってましたね。よいしょ。で、ラズリちゃんってここだっけ。こんにちは。いねえ。バナナさん、ラズリちゃんの場所わかる？このような姿で申し訳ございませぬ。お疲れが顔に出ておりますよ。この村には宿屋もございます。お休みになってください。あれ、ラズリちゃんどこだ。あれ、ババアだよな、あれ。ラズリちゃん、どこだ、ラズリちゃん。わかった。墓だろ。村のこっちにある。墓だろ。怖い。あ、やっぱり。ノア。ああ、さすがにもう隠しきれないかな。クラリにも非内緒だったのに。ここはね、昔好きだった彼が眠ってる場所なんだ。もう随分前の話だけどね、時々こうやって会いに来てるんだ。王子は？王子？ああ、インパ様のお屋敷に飾られてるあれ？盗んだ？はあ？なんで私があんなの盗まないといけないのよ。まさか、それで私を疑ってついてきたの？うん。最低。あ、ちょっと怒ってる顔見たかったのに。リファーの祈り、いつでも使えるよ。よし。ということで、確か、まあ、さっきね、さっきからちょくちょく映ってたけど、ドゥラン見に行くか。おのり盗っとめ。ドゥランだな。追いかけよう。確か、ここ上がるんだっけか。よし。あ、いた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 。ほほう。あ、ドゥランじゃねえじゃん、お前。ナーキンかよ。おめえさんもあの城見に来たのかの。あの光邪悪なものだと分かってるんじゃが、夜になると浮かび上がる姿が美しくての、時折ここに見に来るんじゃ。しかし今夜はよく人を見かけるの。さっきもドゥランが奥の裏山の方へ走っていきよったしの。なんだか急いでおったでの声はかけなんだが。奥の裏山ってさ、裏山？あ？こっちか。どこだ？ちょっと待てよ。
泉は違う。あ、ここだな。こっちか。よし。痛い。スナイプしようかな。なんで気づかねえんだよこいつ。ウルボザの怒り、いつでも放てるよ。今何か。ほっぷね、気のせいか。いるんだろ、隠れてないで出てこい。そんな大きな声を出さなくても私はここにいますよ。包丁盗んだのはお前だな。怖い顔ですね。思った通り、この包丁はあなたの村にとって相当大切なものらしいですね。なぜ盗んだりなど。おやおや、その言葉は心外ですね。先に組織を抜けたいと言ったのはドゥラン、あなたではないですか。組織を抜けるということがどういうことか、あなたが一番ご存知のはずでは。しかし、あなたは最後にいい仕事をしてくれました。あなたの始末は後回しです。まずは、そちらに隠れている剣士様のお命からいただくとしましょうか。我が主の恨みもしっかり晴らさせていただきますよ。来いよ。行くぜ。ナムさーん、ナムさーん。サムネにしてからいい絵ができるまで弾打ち続けるわ。焼け野原。ふっ、所詮その程度がいいがだわ。だからゴミなんだよ。マスク後をつけられていたとはお気づきだと思いますが、今回のことは全て私が招いたことなのです。隠していたも仕方がありません。実は私は E 型の人間なのです。しかし、妻と出会い、子に恵まれ、私は考えを改め、して E 型から足を洗おうとしました。しかし、そのことで妻は命を奪われてしまったのです。私はこれ以上家族に魔の手が及ばないよう、門番という立場を利用し、あいつらに、この村の、あなたの情報を流していたのです。しかし、私は再度決意をしたのです。あいつらと縁を切ることを、子供たちだけな、子供たちだけなら私の手で守れる。そう考えたのです。しかし、あいつらは卑怯にもインパ様やパーヤ様にまで魔の手を。ご存知かと思いますが、この宝珠は、イニシエの祠を開く鍵だと分かりました。私たちには扱うことができませんでしたが、あなた様ならきっと、あなた様のお役に立てることがパーヤ様の、皆のお願いです。さあ、この宝珠を台座にお納めください。そうか。だが、許しとらんぞ。おい。許しとらんぞ。えいしょと。あれ、はまった。
ん？おお、祠が。やはりその宝珠は祠を開く鍵だったのですね。よかった。リンク様、その、勝手なお願いだと分かっておりますが、今回のことは秘密にしていただけませんか？子供たちに、ココナとプリコに、これ以上辛い思いはさせたくないのです。償えるものではないと分かっておりますが、これからは命を懸けて守るつもりです。村も家族も。ような、なんとかの祠。盗まれた宝珠コンプリート。なんの祠って？ラーナ・ロキの祠。いやー、とりあえず話聞くか、みんなに。よいしょ。あ、いいね、ここ。かかりこ村に楽にアクセスできる。まあ、でもあそこの祠と変わらんか、使い勝手は。よし。インパちゃんにはね、話しとかないと、とりあえず。うい。ああ、リンク様。パイアが至らなかったばかりに、宝珠が宝珠が。カクカクしかじかで。大丈夫だよ。気にしないで。え？では、あの宝珠は無事にお役目を果たしたのですね？よかった。どういった形であれ、私たちの守ってきたものがリンク様のお力になれたのであれば、これほど嬉しいことはありません。これからもリンク様に、イニシエの神々に、神々のご加護がありますように。いや、お前そっちかい！そっちかい！お前、宝珠のことちょっとは触れろよ。インパ。よし。読みますか。更新されてっかな。あー、ダメだ。されてね。あ、書き綴るの、もしかして。気にしなくていいっすよ。リンク様、こんな時間に何事でしょう。何してるの？日々の出来事を記してるだけでございます。それだけでございます。もうよろしいでしょうか。寝ないの？私は祖母の代わりに宝珠を磨き、道祖神様のお世話をし、民に、村に災いが降りかからないよう日々願っておりました。気がつけば、東の空が白んでることもしばしば。どういうこと？日が明けてるってことか。しかし、リンク様のおかげで、宝珠のお役目も終わりましたので、以前よりはゆっくりできるようになりました。いや、一番最後の選択肢選ばせろよ、お前。あー、間違えたー。もっと顔見せて。パパヤの顔謎見ても何もついておりませんよ。もしや、この紋章のことでございましょうか。これはシー家族にとって魔除けのようなものなのです。オサの血筋のものはその証としてこの、なんていうの？なんとかを、肌に刻むのが習わしなのでございます。もうよろしいでしょうか。おやすみ。もう夜明けも近うございます。お体に触ります。早く床にお着きください。これと一緒に映したいんだよな。よし、よし、よし。あ、ピントが合わん。よし。え、じゃあ、あれなのかな？インパにも紋章入ってんの？ちゃんと見たことなかったな。ババア！顔が見えん。お、入ってる！紫だけど。紫だけど入ってる。じゃあ他の人入ってないのかな？オサだけってこと？あ、ほんとだ、入ってない。え？お前一瞬の弓装備してんのか？芸が細かいな。図鑑登録しとこ。よし。いいんだよな、このさ、図鑑あるじゃん、アルバムの。図鑑ってどうやって見んだっけ？はい、味方が上がりまひん。ハイラル図鑑がね、
あ、これか。このアイテムとかをさ、自分が装備してたり、モブが装備してたりしたら、その顔で登録できるからさ、結構好きなんだよね、俺これ。武器とかが多いかな？それ、なってんの。松明とかだとこれだし、このな、半目のリンクな。どっか、なんだこれ。重心の剣だとこれか。王家の両手剣。石打ち。ギルドの両手剣。あ、これ普通に取ったな。ゾーラの槍。あの、あれな。絶対女の子だと思ったら男だったやつな。降臨の槍。風切り羽の槍。リザルスピア。相当リザルスピアな。ハヤブサの弓。大足の弓。一心の弓。いいね、なんかこういうの。木の盾。森人の盾。森んちゅ。電気の矢。いいね。よし。じゃあそうだな、この里でのイベントも終えたし、どこ行こうかな。あ、思い出巡りますか。ちょっと行きたいとこがあるんでね、ゲルド地方行きましょう。の前に、ここら辺で一旦置いときますか。はい。録画も長いんでね、また次回、よろしくお願いします。ありがとうございました。あれ、ちょっと森林伐採最高。